理想的結婚賞、シャルロッテ・アマリー・スキールは、デンマークの貴族。デンマーク名は、シャロデ・アメリエ・スキール。父クレステン・スキール母シャロデ・アメリエ・ボンプレソンの間に生まれ、1721年2月19日に、イーバ・ローゼンクランツとコペンハーゲンで結婚して、子供を6人も受ける。フレズレク・クレスチャン・ローゼンクランツと、娘2人が成人した。1750年。 理想的結婚賞を受賞。シャルロッテ・アマリースキールは、宮廷で、恋大きい女性という評判が立っていた。5人の子供を持つ30代半ばで、多くの崇拝者に囲まれる彼女が、事件に巻き込まれるのは1733年のクリスマスを過ぎて間もなく、1734年の年明け早々とされている。その当時の崇拝者で将校のアーレンフェルトと、 恋がたきのフレデレク・コンラズ伯爵が、シャルロッテの新女で鉢合わせしてしまったという。剣を抜いたアーレンフェルトは伯爵に怪我を負わせ、二人は決闘に及ぶ。シャロでは、何とか使用人に二人を引き離させたものの、スキャンダルを隠しを押すことはできなかった。決闘の図、ジャック・カロの版画宮殿に、知らせが届くと、大騒動になる。デンマーク・ークリスチャン六世も、 王妃、ゾフィー・マグダレーネも、キリスト教の経験主義に従っており、シャルロッテの夫イーバ・ローゼン・クランツは、妻の不祥事で地位が危うくなった。王大号に疎んじられながらも1730年に、クリスチャン六世が即位すると、最高位のエレファント勲章騎士に除されて、徴用されてきただけに、もし王と王妃ばかりでなく、教義を厳格に守る、鳥巻たちと対峙したとあれば、 いよいよ政治生命を断たれる恐れすらある。アーレンフェルトは攻めを問われ、宮廷を追放された。追い詰められたシャルロッテは、申し開きの手紙を書き、死終妻をかばった夫が自ら王の元へ届けた。シャルロッテあまりスキールが、理想的結婚賞を受賞するのは1750年のことである。このリストは、言語のデンマーク5番。さらに、ノルウェー語、英語版。 中国語版に訳されている。ありがとうございます。